カツレは、イタリアのルネサンス期の画家、ルカシ・ニョレッリが1490から1491年、ゴに制作したイエス・キリストのカツレの絵画である。1882年に、ロンドンのナショナルギャラリーに購入された。カツレは、イエスの命名の機会でもあり、カツレ以前のカトリックの信仰は、イエスの生命に重点が置かれている。この作品は、 ボルテンラのサンフランチェスコ教会の活霊礼拝堂の祭壇のために地元のイエスの生命の同心会によって委託された。同主題の多くのルネサンス絵画のように画面の後部に抱え神シャシメオンを含めることで神殿方形の場面と組み合わせ主題を膨らませている。ルネサンスの美術師屋であり芸術家であったジョルジョ・バザーリーは絵画を見たが湿度によって損傷を受けたと記した。 幼子イエスは、ソドマにより書き直された。背景は、多色の玉がついた豪華な壁画で形成され、二つのメダリオンが一人の預言者とシビルの巫女を表している。聖書に記載されているイエスの活稽から取られた混雑した場面である以上に、本作はおそらく、シニオレ・リノ師匠、ピエロ・デ・ラ・フランチェスカによるブレラ祭壇画から引用されたものである。 左側の男性の衣服の縞模様は当時の流行で一般的であり、シニオレッリ自身によるムチウチの旗など、いくつかの同時代の絵画で見ることができる。ゴズペルオブルーク22136ありがとうございます。